IC というゲームをプレイしていきます。T 先輩です。ノクターン。T 子だよ、ノクターン。いきなり始まっちゃった。特にオープニングもないんだね。ご覧の通り剣を使ったアクションです。近未来感があるね。おお、かっこいいな。そしてダッシュもあると。最初からスピード感ある動きだね。身体能力は高いようです。そして。はい。二段ジャンプ。そうなんです。これも最初から。いいねー。お、これがセーブポイントか。アップグレード。あ、自身の強化かな。技だね。なるほどねー。レベル1になっているのはもう覚えているんだな。普通のコンボから最後スラッシュか。そんな感じでいろんな技があるようです。基本的にはスピードのある弱攻撃と、威力のある強攻撃の組み合わせタイプですね。まあ馴染み深いかな。お、なんかこれかっこいい。これは、パリーからのカウンターみたいな技。強そうね。ぜひ覚えたい。っていうかもう覚えているのか。よし、じゃあ早速進みましょうか。ちなみにですが、普通のアクションゲームだと思っているでしょ。え、そうだけど違うの。半分違います。半分。まあ10分後にわかりますよ。え、気になるじゃない。お、フェータルコンボみたいなのもあるのか。さっきのカウンター攻撃とは違うのね。多分、今別に避けてませんしね。え、人形、だよね。ちょっと恐ろしいです。これが今のフェータルコンボの説明ですね。あ、こちらがカウンター攻撃だ。練習しておいた方がいいよな。そうね。失敗したか。うん、早すぎるんだな。これだ。おお、かっこいい。ほぼ一撃なんだな。あれ、これを集められるんじゃないのか。長押しでとか書いてあったと思うけど。まあいいか。とにかく最初はこんな感じで進みます。まあいわゆるチュートリアルだね。強そうなやつが出てきた。ほほう。え、まだ生き残ってる。大きい敵は一撃では倒せないのね。うん、かっこいいぞ。そう、これこれこれか、かっこいいね。画面上の敵に攻撃とかありました。ぜひ使いこなしたい。ずっとついてくるのは何？サポートキャラなのかカメラさんなのか、今のところまだわかりませんね。うわ、強。一気に倒して結晶体をいっぱい出して吸収して発散という流れかな。なるほど。普通にジャンプだけじゃなくダッシュでいいと。一応連続できる回数が決まっているんだね。3回のようですがすぐ回復するので実質何度も出せました。よし、どんどん進みましょう。そうか、もう序盤のボスか。腕試しね。うお、いきなり。
ち？バリアが剥がれたか。無駄目だ、強攻撃は割り込まれる。それがかっこいいのよね。なに、なぜ当たらない？あ、なるほど。全部当たると怖いね。よし。倒したか。トリニティっていうのかしら。いや、避けられたでしょ。はしごと。は？え、なになに？ IC って、なるほどかかってるのかな？いつまで？失敗してるし。はい。え、何が起きてるの？リードミーとかあるし。この辺から普通じゃないぞ、という感じですよね。さっきの攻撃で壊れちゃったってこと？まあそういうことでしょう。IC という名前のバイナリーファイルを起動すればいいのかな。まるで練習ルームだね。不思議な感じ。でも動きは以前のままですね。ただ進んでいけばいいのかな。うわぁ、怖い。不気味だな。精神を攻撃するタイプか。え？なぜそれを。バレてる。なんか怖いんだけど。いいえ、違いますけど。うは、怒られた。何を言っているんだろう。そんなのかぶったままに決まっているじゃないか。なんでよ。これもいいえ、楽な方楽な方です。ああ、それは難しいところだけど、最近はストーリー重視かな。え、誰がイージーやろうですか。違うよ、難易度だよ。終わった。え、いきなりでついていけてません。まあとにかく続ければいいのかな。え、咳払い。暗く荒れ果てた部屋の中、カプセルの中に漂う人影が見えるだろうか。彼女の名はアイシー。彼女には記憶も過去も存在しない。彼女の存在意義、それはユダを抹殺する、ただそれだけ。そう、世界を滅ぼす邪悪な存在をアイシーは理解している。たとえ過酷な道のりであっても、それは必ず
成し遂げるべき使命だと。ユダを抹殺する。そして暗闇の中で彼女は目覚めた。え、任意の木？あれ、押してますけど。ちょ、アイシーはなぜか動こうとしない。ああ、アイシーはカプセルの中で微動だにしない。ユダを倒すという使命はどうしたのだろうか。おい、揺れてますよ。起きてください。まさか私の言葉が届いていない？あるいは言葉がわからないのか？なるほど、つまりこういうことか。アイシーはまだ目覚めていない。ただ夢の中で目を覚ましただけなのだろう。そう、まるで映画のように。彼女は一体誰の、どんな夢の中にいるのだろうか。カルコサが現れた時、その目を覚ましてくれるだろうか。また今日も空には黒い星が昇る。おやすみ、アイシー。何これ？暗く、荒れ果てた部屋の中。飛ばせないし、またこの人出てくるし。嫌だから押してるのに。アイシーは、おい、なぜか動こうとしない。起きてください。おやすみ、アイシー。そしてまた繰り返してきましたよ。彼女は目覚めた。スタートボタンじゃないってことか。できたね。アイシーは実験室から足を踏み出した。アイシーは理解している。矢印に従って進みさえすれば必ずユダを見つけられることを。はい、こんな感じで本編スタートです。ここからが本編なんだね。最初のはよくわかりませんが、基本的にオペレーターさんと共に進んでいくようです。アイシーは動こうとして、何を待っているのだろうか。いや、動いてますけども、進もうとしないのがお気に召さない？アイシーは知らない。この先には想像もできないほど壮大で刺激的な冒険が待っていることを。こんなところで時間を浪費している暇はない。もしかして指示に従わないから？そういうことみたい。なるほど、わかったぞ。君は自身の選択を後悔していて、もう一度前のシーンに戻りたいのだろう。それなら戻ればいいさ。おお、なるほど。大声で開けゴマと叫べばきっと扉も開くはずだ。本当ですか？開けゴマ。いや、開かないけど。ん？恥ずかしいのか？ただ扉に向かって大声で開けゴマと叫ぶだけだ。ただの合言葉だ。恥ずかしがることはない。さあ、私と一緒に開けゴマ。どういうこと？嫌な中の人が頑張っても。はいはい、わかりました。声が出せないんですね。しょうがない。開いた。開けてくれた。はい、どうぞ。え、戻っていいの？そうだ、一応セーブしていこうか。え、本当に戻されただけ？選択肢のやり直しなんじゃない？うわぁ、ここから。結局だから違うってば。グフ。また罵倒。ふう、長かった。
ろそろお気づきかと思いますが。ああ、彼らはユダが使わしたモンスターだ。倒すほかない。つまりオペレーターさんの指示通りに動いてもいいし、あえて無視してもいいのです。そういうこと。というかむしろ無視してその反応を楽しむ、それがメインと言ってもいいくらいのゲームなのです。そうなの。きっとこの先理解していただけると思いますよ。ただもちろんそれだけじゃなくて、こうやってアクション部分もよくできているのが素晴らしいのですが、これだけでも十分楽しそうだよ。ですよね。オッケー。アイシーは開けた場所にたどり着いた。遠方できらめくハリー湖の水面を見て、自身の使命をひしひしと実感しているところだろう。サイレントヒルならぬヘルカ。本当美しいところね。お、てるてる坊主みたいな敵が出てきた。でっかい手。うわぁ、そうか、体というより巨大な手なのか。なんなんでしょう。崖の端に橋の制御装置が見えるだろうか。アイシーはどうやらそれを起動するつもりのようだ。そんなつもりは別にないですけども、まあやってみますか。これをしなくてもいいってこと。ああ、落ちてもよかったかもしれませんね。アイシーは目の前に現れた緑色の沼地を気をつけながら飛び越えた。気をつけて。アイシーは足を滑らせ、緑色に濁った沼に落ちた。今度は落ちないように。なるほど。なるほど。呆れられたじゃない。アイシーはまたもや。まさか君はこの程度も飛び越えられないのか。ごめんなさい、その程度なんです。え、何気にめっちゃ食らってるじゃないか。そうだよ、ダメージ受けてるよ。渡れましたよ、オペレーターさん。わかったから。う、面白いからついやりたくなる。もう反応もしてくれない。あ、そうだ、これ買えるのでは。なんかこの辺かっこよさそうです。おお、しかも無敵だって。え、ちょっと減ってるよ。え、嘘。もう半分だし。そんな。あ、ほんとだ、説明に書いてあった。HP を消費してってね。なぜ買ってしまったんだ私は。アイシーは月夜の森にたどり着いた。彼女の目の前にはだ、いや、ちょっと待て、橋はどうした。え、壊されましたけど。そうだな、とりあえず矢印に従って進んでくれ。従って。豪快に無視したら。なんだって、どうやってここに。いや、これはちょっとまずいな。はい、ちゃんと反応してくれるのです。しかも行けちゃうんだ。アイシーはとある町に足を踏み入れた。しかしなぜかこの町には人っ子一人見当たらない。なんかいいところだな。ゾンビとか出てきそうだけど。アイシーは建物の周りを探索してみたが、やはり誰もいないようだ。まるでこの町から全ての人が消えてしまったような。原因は
ユダに違いないだろう。そのユダを倒すのが使命なんですよね。そしてその指示に従ってないと。アイシーはまず町の中心を探索することに決め、矢印に従って奥に進んだ。だろうね。もう振りにしか聞こえなくなってきました。アイシーは矢印の方向に進もうとせず、あらぬ方向へ向かって進んだ。オペレーターさんを困らせるアイシー、そんなやりとりを楽しむゲームでもあるのです。そういうことだったのね。アイシーはまだ気づいていない。町の中心に位置するコントロールエリアに居座る敵トールを倒さないとコスモシティのゲートが開かないことを。つまりこのまま進んでもダメなのか。親切に教えてくれてるのに。つい反応を見たくなって無視しちゃう。戦闘は結構楽しいですよ。コスモシティのゲートがアイシーの眼前で無情にも閉じてしまった。彼女はただただ時間を浪費したようだ。矢印に従い戻るしかないだろう。今脱出すればいけたな。ギリギリ間に合いそうだったよね。ああ、もう無理か。はい、というようなゲームです。基本的にオペレーターさんの反応を楽しむのね。はい、ヘッドホン推奨らしいです。よければ次回もお楽しみに。ノクターン。また見てくれたら嬉しいな、ノクターン。